画好きのカンチャンネル。いやさあいよいよ来てしまいました、長州さんの自宅に。自宅じゃないよ。あ、自宅じゃないですか、ここは。この長州さん部屋に潜入させていただきました。ありがとうございます、ね、テレビではたまにこう見るんだけど、ね、あ、本当ですか。たまに出たら、あ、こんな時来るんだ。その時は僕は誰のモノマネを。刑事のモノマネ。まあそうなんですよね。やっぱ それがやっぱ一番多いですよね。ですがみんなできんじゃないの。長州さん、今武藤さんのモノマネが、僕は似てるって、いや一番似てるね。あ、本当ですか。それは僕のモノマネの中でも似てるってことですか。あ、似てる。実はですね、他にもちょっとその長州さんの今まで、まあ、こういろいろ戦ってきた人とか近しい、まあ、ほぼ、まあ、新日系なんですけど、の人のモノマネもまあまあやってるんですよ僕。例えば、例えば長谷さんとか。あ、長谷もやったじゃん。長谷さんやってました。長谷さん、長谷なんか、あ、俺刑事より面白さは、はい、長谷の方が面白いな。長谷の方が面白い。本当ですか。よく似てるし、ちょっとじゃあ久しぶりに長谷博士の長谷さんパンツ黄色。黄色じゃないんですよ。あの方。ダメだな。黄色の方が良かったですか。長谷はちょっと顔も似てるよね。はい、よいしょ。おい、どうしたい。はい。で、安田忠夫のデビュー戦の相手を長谷さんがしたんです。ああ、やったかな。で、その後の、後のインタビューっていうのやりますから。あ、別にお前もやることだけをねやってきたわけで、まあ俺もやることをやっただけだから、あ、頑張ったんじゃないか。いかがですか。声は本当に似てる。だから声が似てるから、もう全体的にもう似てくるよね。顔とか。あ、本当ですか。もう似てる。僕のその声だけで言うと、長谷さんは結構グレード高いんじゃないかなと思うんですけど。高い。ちなみに長谷さんって長州さんのことなんて呼ぶんですか。何？普通に長州さんって呼ぶ。あ、長州さんどうも。お久しぶりです。今度またあれ街頭やるんでね、来てくださいよ。今度、はい、あ、もう石川県のあの抽選で受かったでしょ。はい、ね、県知事でやられまして。すごい、はい、頑張ったよな。いや、ちょっとね、危なかったんですよ、三つどもえでね。ああ、そうらしいね。はい、はい、最後ちょっとまくりましたね。ああ、本当に、はい、裏投げでやっちゃいましたね最後、はい、まあでもよかった。長谷さんのものまで、これはなんかもしもっとこうやった方がいいみたいなアドバイスいただくとしたら。いや、長谷の場合はもうないよね。もうこのままで、もうこう出方もこう、はい、ちょっとね、トントントンと歌舞伎役者がこう出ていくような、はい、ね、入場した時の入場すトン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 、いいですよねあれね。T シャツのよいしょ。もうね、もう本当このジャパンプロレスからですから、長谷さんはですね。ねえ、はい、だから。うん、髪も長くしてたから、はい、昔からだからちょうどいい、そういう、はい、うん、それぐらいだよね。それこれぐらいでしたね、はい、顔もだんだん似てくんだよね。あ、すか。声がそれと目のこのカーってやるね。いや、これやっぱりあの癖、やっぱり近しい人しかわからないですよね、この目のパチパチ。いやいやいや、それをやるからまた、はい、ああ長谷に似てるっていう、そういうふうになっちゃうんだよね。じゃあこれはもう長谷選手は、選手というか長谷先生は、長州さんからお墨付きをいただきましたのでね、うん、はあ、じゃあ次はね、やっぱり長州さんと
一番のライバルですよ、うん、全日本プロレスに長州さんが行った時に源ちゃん、そうなんですよ、源ちゃん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 、俺が源ちゃん、うん、俺が源ちゃんって言ってる、源ちゃんってことはもう一つは声だよね、まあ、そうっすね、まあね、久しぶり、うわー、似てる似てる、おられくちゃうからね、いや目つぶったら本当そば源ちゃんが喋ってるみたいな、あ、本当すか、全く待ってもその通り、本当すか、いやもうこう見なかったらもう声聞いたってのはもう源ちゃんと話してるみたいなの、長州さんずっと天竜さん出て天竜さんの声とか出せないですか、いや出ないな、だから、はい、反対に僕の声出せないでしょ、そうですか、出せないよ多分、そう思います、俺自分の声ってすっごい、たまにこのなんていうの、あのスタジオでブースなんか入ってこう喋、はい、る時こうここに自分の声が入ってくるじゃん、喋ってあれ聞いた時うわーって嫌 な嫌な気分になっちゃった、こんな声で俺は人と話してるから本当だよこれ、本当ですか、ああで自分で喋ってるんだそんな感じじゃなかったけど、いや喋ってるんだもん、よく最近は滑舌があったらこうだなって言われるから、ええええ、うん、分かんなきゃ分かんないでいいよ別に、お前ともそんなあれでもないんだから、とかと、ああでも俺ってどういう声か、俺ね、ええ、誰か俺の声をモノマネするやつがいたら俺自分で分かるよ、マジっすか、うん、ちょっとその絶対に俺の声って難しいと思うよ、源ちゃんの方は特徴があるから、だから神奈月くん僕の声出せるものもあるんで、じゃあちょっとまたいじゃっていいですかね本当に長さんの、うん、やってみて、ちょっと、うん、やっていいですか、うん、やって、本当に、うん、本当に座ってできないでしょ、あの本気でやっていいですか、俺聞いたことないもん、あ、本当ですか、君のドルチェ&それがお前のやり方か、ケンジ、なんで俺を指名したの、わっ、何こら、タコこら、なんだよ今、本当に自然体でやってますので、長州さん、いい振りしてくれましたね、ああ、最近はもう僕はずっと長州さんのことをこの YouTube もう歴チャンネル見てますんで、こういうねそれはもうちゃんと買いました、あ、横から見るとなんとなく、でも同じ形、なんか同じようなカツラかぶってるけど、なんかカツラをかぶるとなんかこう顔が画面が変わってくるね、ただ俺のモノマネ声は難しいでしょハ俺の声を出してみて、やめろやめろやめろ、それは本当にそれは、はい、ちょっとお願いがあるけど、はい、それはあのテレビなんかでやっちゃダメ、やらないでお願い、これをですか、ここで約束して絶対これはやっちゃダメ、分かった分かった、これではやらない感じで、ああああ僕今ああそうか、ああはあ大したもんだ、でも今やめやん、ど今約束したからね、ああああここでは、まあ、今はやる、今はやって、ああやっぱりもう声帯がもう潰れかかってるね。あ、俺のモノマネを見て、俺のモノマネを見て、長州さんが自分の声帯が潰れかかってるって気づいちゃったってことですか。でもそんなことないと思うんですよ。いや、本当だよ。本当ですか。うん。だからこういう会話をちょっと俺のあれで返してみて。今の俺の会話を。こういう感じで返してみてよ。ああ。どう？あ、似てる？似てる？そっくりだな。
本当ですか。俺分かんだ、これ分析聞いてるから。俺パーッと聞いて、なんだこの声はって俺はそれなんか思う時あるもん。よく長州さんあれじゃないですか、例えば LINE のさ、 LINE スタンプとかでもあるじゃん、長州さんの。でもあの時っていうのは結構ちゃんとはっきり喋ってるんですもんね。なんか例えばオッケーみたいなのもありますよね、長州さんのラジオだ。あの時もちゃんとオッケーって言ってますよ、長州さん。オッケーって、うわー。たださっきリベラの時の長州さんとか、お前ね、お前がそういうこと言うからって、お前ダメなんだよお前。刑事がやっただろ、そうやって。それと俺ね、はい、あのまあ真面目な話、はい、もうリング降りたじゃん、はい、だからそんなにこういろんな人とまあ関係ない人、仕事の話、はい、そうするとやっぱりなんとなく喋りがすごく辛いのよ、はい、なんていうのそれが、みんな滑舌が悪いっていうことも周りで言い出すから、うん、自分ではあの会話できてると思うんだけど、はい、最近ちょっとスムーズになった、なんかちょっとおかしいなと思わない。俺はすごい楽になってる部分があるんだけど、あの長州さんのトークのを聞いてるとですか。いや、すごくスムーズです。なぜかって気づかない、ちょこっと。それはなんでですかね。俺ね、はい、山口弁を混ぜちゃってるの。最近全然気づかないですよ。わしが言うたじゃろうがとか。あ、そうするとすごい滑らかに出るの。そこにちょっとこの標準語を乗せて、昔やっぱちょっと考えながら、そう、標準語でしゃもう何十年も喋ってても、はい、なんか怒鳴ってばっかりいたから、はいはい、何かこう会話が成立しないような喋り方、はいはい、確かに昔のその息がもうインタビューとか見てると割と少しちょっとなんとなくこう考えながらパッパッて言ってたから、ね、だからもう最後の言葉を喋ろうと思う時はもう息が続かないの。なんか吸ったやつで一気にこう喋ろうとするから、はい、でも最近、うん、それが土下したんかとか、はい、いや、うん、全然なんかこれね、どん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 なんでこういう形になったかったら、はい、あの愛席食堂のあの誰だっけ、あの千鳥、はい、あの大吾さんだっけ、あれ広島弁、岡山だけど出身広島の方のどっかの小さな島で、まあ岡山はもう、まあ、中国南京はもう大体方言が、はい、うん、だから山口なんか典型的だから、じゃあからどうしたんかとか、はい、簡単に、あ、もうそれ素で喋れるってことですね、うん、はい、あまりこう難しい方言言っちゃうとっていうところだけ気使って、はい、ええ、あ、そうか、じゃあそれでいいじゃないかとか、あ、イントネーションがもう、なんかね、イントネーションを山口にしたら、そう、地元の言葉にしたらスムーズに、うん、だから大吾さんなんか半分はなんか方言で、いや、そうですね、あの二人はうまいこと使ってますけど、うん、やっぱりあの標準語でこう丁寧に喋ろうと思うと、はい、もうちょっと疲れちゃう、ね、ちょっと疲れちゃうんですね。武藤さんとよく営業一緒にさせてもらってるんですよ。で、そのでも小力でもさっきの俺のモノマネだったら、そのまあ髪かつら大変だろうけど、はい、いや刑事とやるとそれ全く俺だもん。あ、ほら、ちょ今度は本物の武藤さんと偽物の長州さんで、あのそれやるってことですか。武藤ってあまりどうなんだろう、受けるのかな。武藤対武藤は僕が不利になっちゃうだけなんですよ。俺になってめちゃくちゃ言った方がいいよ、あいつに。そうだ、刑事にこらーって。そうそう。ほんであいつも仕方なく、こう仕方なく。あ、それいきますわ。じゃあ今度武藤さんと一緒の時はもう長州さんとして俺はあのやりますから。そうそう、はい、これは長州さんが OK 今出しましたからね。お墨付きいただきましたんで。だから小チャンネルも、はい、もう
あれなんだよ、神奈月君が刑事のあれで来て一緒にやれゃいいんだもん。そうしましょうか。そういうね、こうトリックをこう使ったような面白さを、それいきましょう。いいよね、はい、だから今度誰か、あの神奈月君がお礼になって、はいはい、刑事と一緒にショーチャンネル行ってくれ。それ僕がすごい大変ですよね。そらちいやでも面白いよ。本人よりも多いじゃねえか、出しろかってなっちゃうんですよ。最初出た時でもインパクトあるよ。あ、そうですか、うん、やっぱり最初から最初にインパクト取れば最後までこううまくいくんだけど、はい、それ刑事の毎回いやまた来ました、またやりやがったなと思った。来ますよあれね。あれでも本当にあこいつどうしようもねえなっていう、うん、やってんの。あれわざとじゃない、あれ本当俺マジで言ってんだから。ああ、それで調査調査ってさすがにイライあれもマジイライラしょ、はい、よくそれをこの間あのトークショーの時に言ってました。あ、指をさすなって本当言うんだよ調査さんが最近っつって。当たり前だ、目上の人こうやって物をしゃべるか本当に。神奈月君が俺と刑事、だからどっちか対応する時をに反対になればいい。面白いよこれ。だろ、それ武藤さんの時は長州さん、これ小チャンネルでこれやれへんだよ。面白いぞ本当に。これなんかしまいには俺一人で二役で行くことになるんですか。それはできない。だから最後は最後はあのもうどうしようもないからあのこれきでも呼んだよ二人で最終的に小チャンネル行け。ちょっと短めでもいいですよね。短いロケでね。今のちょっとちょっとその格好で。あこっちまあそれこれで喋られたらそれは俺は明日仕事行けねえぞ。本当に仕事行けなくなっちゃうよ。もう一人やっちゃいますか。じゃあ最後にね、もう一人、あもう一人ちょっとあのレスラー、レスラーですね、うん、まあ長さん、まあ長さんのちょっと後輩ですね、うん、はい、あの前田さん、アキラ、はい、アキラ意外と難しいんじゃない。ちょ、ハクちゃん、何言ってるのかわかんないでしょ。ハクちゃん、どこハクちゃん、稼いだな、何言ってるの全然わかんないでしょ。似てる、どうすか、似てる。あ、似てる、よく似てる。途中途中鼻声で切っちゃうんだよね、言葉を。はい、はぁ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 、なんか、ほんとに。長州さん、似てますよ。長州さん。はい。今日は長州さんの前で、長谷さん、うん、それから、源ちゃん、天竜さん、で、前田さん、で、長州さんもやらせてもらいます、うんうん。これは公認いただけますでしょうか。いやいや、もう全然。長州さんが、また前、長州さんの、その YouTube のね、うん、長州さんがやってる YouTube の、まあ、パロディというかモノマネをさせてもらった時に、うん、挨拶したら僕に、うん、金月さんがまたいたんだからって言ったんですよ僕に。金月くんがまたいだからまたいだ、うん、もうまたいだんだからって、うん、ノーベル賞の、はい、ノーベル賞の時に、うん、で長州さんあの YouTube のモノマネさせてもらってますって言ったら、おう、だからモノマネだってその前からやってる、はい、だからその時はまた改めて来たわけだから、はい、いやもう全然彼女はもうまたいじゃったんだからやるしかないんじゃないっていうような、それは長州さんの真似をしたっていうことに対するまたいだっていう。いや誰でもまたいだって言ったよ、誰のモノマネやったって。誰のモノマネでもまたいじゃう、うん、またいだってまた次に行ったっていう捉え方もできる。あ、そういうことですか、ね、表現がやっぱり。だから藤山さん必ずやってよ。藤山さんまた来ますね。それで、うん、だから出来上がったら教えて。あ、わかりました、うん、そして俺それ聞いて、はい、うん、ちょっとじゃあその時俺も協力した、うん、ちょっともうちょっとこうどうにかなる。一番近い人からのアドバイスがすごいからねやっぱり。じゃあ今度はちょっと藤波さんのもう
得得してやってまいります。いいですかそれで長寿さん。すごいバズるよそれやったら。バズる長寿さん。動画をご覧の皆さん、高評価チャンネル登録してみ。飛ぶぞ。あ、坂口さんも分かりづらくないですか。長寿よ。長寿よ。はい。わしは何とか100件。いきます、撮ります。